こんにちは、サラリーマン YouTuber J のシリーズでございます。今回ね、質問いただきました。動画を撮るときに噛んだり喋りが出てこなかったりするんで、なんかね、コツはないですかっていう質問なんですよ。これね、この質問出たらダメなんですよ。実はこの質問はやらない人がよく言うんですよ。やっぱりね、ずっとやってて100本200本500本1000本やっていて、どうも噛んじゃってダメなんですよとかね、どうしても言葉が出ないんですっていうんだったら、コツっていうのは生きてくるんですけども、まだね、やってるかやってないか分かんないレベルで、でつまずいてしまいましたとかね、これはね、今コツ教えてもそのコツでうまく喋れるってことはないです。トレーニングができてないんですよね。だからね、例えて言えばこういうことなんですよ。ダイエットしようかなとか筋トレしようかなと思って、腕立てですよ、毎日1回してます。筋肉つきません。なんかいいコツありますか。こういうふうな質問聞かれた時に、多分トレーナーさんね、もうぶん殴って逃げると思うんですよ。だからね、喋りがどうとかなんとかじゃないんですよね。はっきり言って別に自分が喋んなくても動画上げることはできるんですよ。それこそ猫ちゃんが歩いてるとこ動画撮るとかね、青空を動画撮るとかね、車載動画、車載のほら、なんですか、これも前もう話してるんですけども、ドライブレコーダーの SD カード抜いてそれで上げていくとかね、何でもあるわけですよ。しまいには動画を撮ると噛むんだったら、別にね、友達と話してる時とか、誰か会話してるじゃないですか、会話を録音すればいいわけなんですよね。それでも全然いいと思いますしね。だからそのコツっていうのはもっともっと先にあるんですよね。少なくとも行動量がない時に効率のいい方法とか聞いてもないんですよ。これは全然ないです。走り出す最初の一歩でそんなこと言ってるようではもう先は真っ暗なんですよ、これね。はっきり言ってね、これをね、数多くの人に言ってるんですよ。で、本当一期一会これも一緒なんですよね。で、やっぱり数をやらないといけないのは分かってるんですがっていうね、枕言葉もありましたけども、分かってることをやらずに分かんないことをやろうとしてもダメなんですよ。本当にちょっとね、本当にいい方法があるんだと教えてあげたいんですけども、数やらないところに、どんな作戦も有効ではないんですよね。この私ハワイに行って射撃をしたことがあるんですけども、的には当たんないんですよ。それは銃の性能はいいんですよ。銃の性能がよくって、トレーナーさんもいい打ち方を教えてくれるし、こう構え方とかも教えてくれるんですけども、その前に銃を撃つ経験もないし、体をこう、なんですかね、組む体勢も全然作れないわけなんですよ。初めてなんでね。しかも反動も来るわけなんですよね。だから的には当たんないんですよね。優秀なトレーナーがついていても、性能のいい銃でも、そして完全に管理されて安全な場所でも当たらないんですよ。でそれはいきなりプロレベルにはなんないんですよね。でいきなりスムーズにはならないんですよ。最初は右行ったり左行ったりぶつかったりとか、動画を撮ってる途中で尻滅裂になったり噛みまくったりっていう動画をどんどん上げるからだんだん良くなるんですよね。で結局その何て言いますかね、いろんな形で、例えばこの動画のやり取りがあるじゃないですか。で動画を送ろうとするんだけども、噛む、詰まる、話すことが分かんなくなる。だから私がアドバイスできるんですよ。何もやってないところに何のコツも教えられないんですよね。だからこれはね、やばいですね。この質問が出ちゃうっていうのは、前もなんか似たようなことを話したんですけども、十中八九できなくなる人が一期一会同じようなことを言うんですよ。それをやっぱりやってしまってるんで、その前にとりあえず数が上がることなんですよね。喋りが下手でもいいんですよ。どうせ誰も見ないんで。誰も見ないです。再生数がその数百とか数千とかいくんだったらちょっと気にしてもらいたいんですけども、結局何喋ってもね、下手でもね、見ないわけじゃないですか。再生数が5とか10とかそのぐらいで誰も見ないんで、で喋りがまずかったら5と10とかも上がらずに0000になるわけですよ。誰も見てないんだったら喋りが下手なことは気にする必要ないじゃないですか、っていうことなんですよ。これはね、やらなくなる人が必ずしてくる質問なんですよ。もしくはやってない人が必ずする質問なんですよ。だからね、できればね、これを機会にしまった、またやってしまったってことでアクションを起こしてもらいたいなと思います。ちょっとね、今ね、サラリーマン YouTuber さん J の動画をちょっと見てみますけども、ジャンプが好きすぎてやめられません。知らなかった新型コロナウイルスの、ね、再生数だからね、101503ね、あとちょっと待てよ、でしょ。だからね、見られることを気にするような再生数じゃないですから大丈夫です。全然カミカミでも。
そうですね、やってるじゃないですか、ちゃんと。やってますね。うん、やってる、やってるじゃないですか。動画いっぱい、なんかやってないのかと思っちゃった。ちょっと私がやってることに気づかないってことは、うん、ちょっと気まずいですね。あの、やりましたってからね、こう動画の URL を送ってくるとかで、YouTube って SNS なんで、関わりが強ければ、私が YouTube にログインした瞬間、 J さんの動画って上位表示されるんですよ。で、一回も私出てきてないですからね。ですんで、ちょっとこれはね、もっともっと、まあまあ数は結構やってると思うんで、このペースでやればいいと思います。まあこの動画のやり取りが、あの、コンスタントにあるっていうのが大事なんですよね、うん、そうか、やってるな。ちょっと再生してみましょうか。いいじゃないですか。大丈夫です。大丈夫です。このぐらい喋れれば大丈夫。ね。心配しちゃった。全然やってないのかと思っちゃったんですよ、私。やってますね。このペースでグッグッグッグ進めていって、じゃあ明日のライブでは、やった結果ね、なんか気づきがありましたかとか、これからどういうことしたいですかっていうふうなトークの展開にしていけばいいと思います。うん、ということですね。なんですかね。明日のライブの質問状と送りましたっけ、どうでしたっけね。すいませんけども。それだけ1点返信ください。すいません、よろしくお願いします。やってる。よかった、よかった。